東京都立と山高等学校は東京都新宿区都山三丁目に所在する都立高等学校。1888年設立。都立高校では前身時代を合わせると2番目に古い歴史を持ち、富立4中を前身とする。進学指導重点校に指定されており、土曜授業士高校でもある。分離分けをしない、いわゆる教養主義を採用し、 理数系教育に力を入れてきたことから、国公立大学入試に強い。校風は、自主自立と表され、私服校である。また、校則は存在せず、生徒会規則がその役割を担っている。文部科学省から、スーパーサイエンスハイスクールの指定を、東京都、東京府立第4中学校発祥の地比さらに、牛込第3中学校北東隅には、 東京都立第四中学校の後石文みがある。1888年、東京婦人城中学は、当時の中学校例で、観光立中学は一府県に一校と定められていた。中で文校の設立を考え、東京府会の内諾を得られる見通しとなった7月に、志願者を募集600名の応募者の中から約200名の合格を決定した。 しかし8月の東京府会で文校の設立は見送られることとなったため、東京府学部課長、元田忠、東京婦人城中学校長、丸山義と今泉貞介教諭、高天高級所幹事、松野伊佐により、東京婦人城中学に欠員が生じた場合に、生徒を転入させる学校として9月16日、飯田橋の高天高級所敷地内に、 私立補充中学校を開校した。そして1888年度は12名、1889年度は78名、1890年度は63名が東京婦人城中学へ転学したが、同校の校長交代に伴ってこの制度は断ち切られてしまい、教立中学校と解消した。また1892年の中学校例改正で、 軍師長尊費による尋常中学の設立が条件付きで認められるようになると、同年東京参事会、東京府知事宛に東京市立中学校となるための請願書を提出。翌1893年、東京府へ5000円を寄付することにより、公立並みの待遇が得られる制度が設けられることとなり、まず協立中学が、ついで協立学校の2校が、 東京府の管轄下に入り、それぞれ東京府城北中学、東京府改正中学と名を改めた。1900年、文部省が私立を公立として待遇することを廃したため、翌年改正は純粋な私立に戻り、富山は府立第四中学と名称を改め、現在に至る。同校が府の管轄に泊まったのは、当時の私立は、 江戸時代以来の寺小屋や塾など雑多であり、あるいは受験予備校的色彩が強く強化目も偏り、正当性を持ち得なかったこと、それに対して観光立小学校が当時の国家存立の教育手段として革新的位置、付けにあったことによる。また、補充中学以来、不律の名を慕って入学してくる生徒も多かった。1908年、 韓国理官用内閣の学部大臣の依頼により、朝鮮内市韓国貴族の指定12名が入学した。深井寛一郎校長の40年に及ぶ時代は、一中を追い越すことを念頭に、東京一の中学を目指し、猛勉と規律を強制した。現在の都立の環境からは想像できないが、始業式当日に、式の後に授業があったほどで、予習、復習をきっちりやらせ、 それを怠った場合や刺されて応答できなかった場合は、居残りをさせた。拘束も厳しく忘れ物も3回に及ぶと、成績評価がワンランク下げられたりし、中退者も1割に達するなど、当時の一部の世情は、支中と呼ぶほどであった。こうして、毎年第一高等学校合格者数で市中に肉白するようになり、1935年以降は、 ほぼ毎年旧成高等学校現役合格率で、首位にいた。さらに、不快のスパルタ教育の影響も色濃く、市ヶ谷大という土地柄、陸軍幼年学校や陸軍士官学校、海軍兵学校等の軍学校に多数が入学した。1950から60年代には、日比谷、西、及び新宿、小石川などとともに、東京大学合格者数最上位校の一角を、 なしていた。1967年に導入された学校群制度等の影響した日比谷など多くの都立校が進学実績面において急落した反面、西などとともに比較的緩やかな体調にあった。平成に入ってからの数年間も、東大合格者は20から30人前後、その後も2桁の合格者を維持していた。近年は若干名にとどまっていたが、 進学指導重点校としての取り組み等により、徐々に進学実績は回復してきており、2012年度、2013年度、2015年度は2桁の東大合格者を輩出している。2017年度は理科3類に1名合格者を輩出している。屋上から目印方面を望む幅広い教養をつけることを目標にしており、分離のクラス分けをせずに授業を行っているため、 1>, 1、2年時は、全員共通の教科を履修する。理科は、物理基礎、科学基礎、生物基礎、地学基礎を全員が履修。社会は、地理 B、日本史 B、世界史 B、倫理、政治経済を全員が履修する。これらすべてを全員が履修する学校は、数少ない。また、年20回土曜授業を行っており、平日は50分6時間である。 また、三学規制である。2年次には、SSH 論述基礎、SSH 英語、フランス語、ドイツ語を自由選択できる。三権分立を一つの特徴としており、評議会、執行委員会、関西委員会で権限を分散する狙いを持っている。その他に、定数委員会である、厚生委員会、図書委員会、体育委員会、選挙管理委員会。 学生講論編集委員会や有志委員会の富山祭運営委員会、新宿線実行委員会、環境問題対策委員会が存在する。新宿高校との間では60年の伝統がある富山新宿対抗戦が毎年行われている。富山祭りの要する家系の大学教授による SSH 講演会が年に数回実施されている。また以前はこれとは別に 東大教授や医師、弁護士、大使、検事総長、財界人など各界で活躍する著名な卒業生等による在校生のための講演会、世間と学問が2.3ヶ月に一度開催されていた。また、チームメディカルでは夏に医療関係の施設見学を行っている。白を基調とした新校舎吹き抜けの階段広場廊下3階建ての 物室ムネラジアン池2003年に5階建ての新校舎が竣工。校舎中央部は2階から吹き抜ける階段広場と3階から吹き抜ける階段庭園が存在するため、上空から見ると漢字の日のような形をしている。理科系の教室が特に充実しており、各教科ごとに講義室と実験室があり、講義室は大学の教室のような階段教室である。 s <SA 1> s h の生徒のみが使用できる天文台も屋上にある。また、新校舎1階には最先端の設備を備えた330人収容の行動もある。校門を入ると左手に卒業生の寄贈によるビオトープと100周年記念碑正面には富山の象徴、ラジアン池がある。校地面積は25000平方メートル強ある。施設は新校舎、身体育館。 閣議棟、プール、グラウンドのほかテニスコート4面、多目的コート3面などが整備されている。また、ナスには、敷地面積6万平方メートルを超えるナス寮があり、毎年1年生の HR 合宿や、各部活動の合宿、富山の教育を語る会の合宿などに、活用されている。ナス寮はもともと校室の所有物だったが、深い校長が4中先輩、 三谷宮松定出林野局長官と交渉し安価で買い取ったものである。2004年度に都立高校として初の SSH 指定を受け、2007年度に再指定、2012年度から2年間の経過措置期間を経て2014年度から3期目の指定、2019年度から4期目を受けている。第4期のテーマは世界を舞台に SDGs を実現に導く。 グローバルサイエンスリーダーの育成である。1.2年時に SSI2 数学、物理、科学、生物、地学、情報を受講できる。その成果は、富山祭りや学校説明会の際の発表や掲示によって見ることができる。また、例年 SSH 全国大会や、東京都 SSH 指定校発表会、関東近県 SSH 指定協合同、 発表会に参加し、他校の様々な研究に触れることによって、さらなる研究発表の向上に努めている。2012年度からは、都立高校としては、初の試みである専門家や他校を招いての SSH 生徒研究成果合同発表会が、同校にて行われている。その他に、1年時には、クロスカリキュラムという地歴化、家庭科、理科の連携による学習が総合の時間に、 取り入れられていたり、地学基礎の授業の一環として、城ヶ島にてフィールドワークを行ったりと、SSH 受講生以外への理数系教育の充実化も図っている。また、夏休みにはオーストラリア研修、冬休みにはアメリカサイエンス研修がある。1.2年生の SSH 受講者は特定のクラスに集められている。これは、現在の SSH 指定校では、 富山高校だけに見られるシステムである。また、3年時には、採用 SSI2 を受講していたものに限り自由選択することができるが、例年ほとんどいない。隣接する早稲田大学をはじめとする複数の大学との連携実習が行われている。SSH 講演会では、東京大学大学院の教授をはじめ、様々な理系の教授を招いており、 年に数回保護者の参加も可能な講演会を開いている。2006年8月の SSH 全国大会でポスターセッション賞受賞。2008年日本地球惑星科学連合大会で最優秀賞受賞。2013年8月の SSH 生徒研究発表会でもポスター発表賞受賞。2015年7月全国高等学校総合文化祭自然科学部門で 文化連盟賞を受賞。同年8月に開催された SSH 全国大会では、再物理コースが学校代表として出場し、最優秀賞の科学技術振興機構理事長賞を受賞。ありがとうございます。